はい、こんにちは。今日も山へエアガンシューティングに来ています。今日もちょっと雨模様なんですけども、ちょっと頑張ってやってみたいと思います。今回は、これを持ってきました。以前に何回か、登場しているんですけども、モーゼル M712 です。こちらで今日は TPS を打ってみたいと思います。はい、まずはハイタッチ打ってみたいと思います。2.34。2.23。2.44でした。はい、次はチェックです。このモーゼルなんですけども、一回打つと、なんかもうマガジンが冷えてしまって、打つたんびにマガジンを交換しなきゃダメみたいな感じです。2.86。3.40。2.94。はい、次はカウボーイストリートです。2.68。2.56。3.19でした。はい、次は LR です。2.96。3.03。3.14でした。はい、次はアウトレンジです。4.26。4.06。3.81でした。
はい、最後、7月のお題は、バウンドだそうです。3.52。3.52。2.92でした。うわ、凍ってる。はい、以上のような結果になりました。ちょっとこれ性能が安定しないっていうか、マガジンが良くないんでしょうか、ちょっとよくわからないんですけども、ちょっとその辺も、コンスタントに、打てるように、銃の整備をしていきたいと思います。これで、早く打てたらかっこいいですよね。今回は、そんな感じでした。また次回何か考えて、動画をアップしますので、その時はよろしくお願いします。今回は最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。